れ様なの。ミキたちは準備 OK って感じ。あずさとのりこがまだ来てませんわ。新しい衣装で着替えに手間取っているのでしょうか。お疲れ様です。ごめんなさい、遅くなってしまって。おお、待たせちゃってごめん。って、あれ、みんなどうかしたの？あずさん、のりこ、二人ともすっごく可愛いよ。あずささんはスポーティーで、のりこさんはドレッシーな感じ。いつもと反対だね。本当によく似合ってますわ。私としたことが二人のオーラに毛をされてしまいましたもの。ありがとう。そう言ってもらえてすっごく嬉しいよね、あずささん。ええ、それにのりこちゃんも素敵だけど、みんなも素敵だわ。今日のライブ頑張りましょうね。二人ともなんだかキラキラしてるの。プロデューサー、何かした？もしかしてあれのおかげかしらね、のりこちゃん。うん、私たちがキラキラしてるとしたら、フィットネスと化粧品のおかげかも。お化粧はわかるけど、フィットネスって運動でしょ？ええ、今回は化粧品会社さんのお仕事だから、少しでも綺麗にと思って。それで2人でネットを見たり雑誌を買ったりして、いろいろ研究したんだよね。へえ、いいないいな、私も仲間に入りたかったよ。あらあら、じゃあライブが終わったらみんなで勉強会でもしましょうか。いいね。でもその前にライブ頑張らないと。みんな張り切っていくよ。あー